K2 インベストメントチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こちらの K2 インベストメントチャンネルでは、資産運用にまつわる役立つ情報を随時発信していきます。こちらのチャンネル登録というところを追加して、ぜひチャンネルを登録してみてください。それでは今回は、ニコ・エドモンド・ドゥ・ロス・チャイルド・グローバル CB ファンド。 SMBC 日興証券から10月13日29日で新規募集販売されているファンドの情報です動画の資料に関しては下の URL はこちらというところをクリックしてご参照ください今回の SMBC 日興証券プラスダイヤ証券この2社に関してはまだ積極的に新規募集のミューチャルファンド投資信託を販売し続けています回転売買投資信託の乗り換えが少なくなってきているという中でこのように新規組成して販売しているファンド なので、まあ、なかなか当初の純資産が集まらないと純資産が少ないまま運用を開始するというところが多くなっている印象を受けまして、えー、一方野村証券は、えーまあ、金融庁の指導を守ってか 新規募集販売のミューチャルファンド信託っていうのをまあなりを潜めているという状況です、まあ、逆に野村証券の場合は野村ファンドラップの勧誘が多くなっていてそれで資産を集めてフィービジネスモデルに転換しようとしている最中です、まあ、ただまた改めてお伝えしますけども野村ファンドラップに関してはパフォーマンス推移が本当に良くないのでただコスト見合いというところで個人投資家は選択しない方が 私はいいいと考えていますまた同時に日本の増えない保険商品これらの販売っていうのも積極的に行っているので、まあ、そういう勧誘を受けられている方はご注意くださいでは今回のファンドについてです今回のファンドの特徴シンプルに一つです世界中の企業の CB 転換社債への投資ということです転換社債って何なのっていうところは後ほどお伝えしますが8月の3週目 えー、いわゆる中国ショックっていうものが起こってから世界的なリスクオフモード要は株式資産から資産が逃げ出しているという状況が続いています、まあ、このタイミングなので証券マンのセールストークとしては、えー、この CB 株と債券の間っていう、えー、資産なので、えーまあ、販売しやすいかなというような印象を受けますでは CB 転換社債とは何なのかというところをこちらの画像をご覧ください分かりやすく書かれてまして左側に債券右側に株式真ん中が転換社債 CB というものですざっくり簡単に言えば債券なんですが実際株式に転換ができるという特性がある金融商品なのでいわゆる転換社債と呼ばれるものになっています CB の価格イメージというのを載せています次の画像をご覧ください 株式が値上がりすれば株式に転換するということが可能と先ほどお伝えしましたがいわゆる転換価格というものが決まっていますこちらを元にどう判断するかというところですデルタと呼ばれるものこれは株価連動性のことを言って、まあ、簡単に言えば株価の変動に対して CB の価格がどれだけ変化するのかという参考数値です仮に このデルタの数字50%だとした場合株価が1%変動すると CB の価格は理論的に0.5%変動するということになります、えーまあ、あのざっくりと参考指標としてお考えください各資産のリスクリターンというのもこちらの画像でご確認くださいちょうど間の数字になってます先進国株式そして先進国国債 の間、過去20年間のリスクリターンで見ると、年間リターンが6.9%、年率リスクが11.4%、リターンリスクで見ると0.61となっていますで。そもそもその CB のシェア規模ですけれども、まあ、実際問題は小さい規模です。米国で26兆円、欧州で12兆円、日本で2兆円、アジアで2兆円という、まあわずかなその小さな 規模なので実際問題は欧米だけで90%約38兆円を占めていると結果このファンドが投資している国別構成もしくは通貨というものもそのように割り振りになっていますこちらをご確認ください CB なぜこのタイミングなのかというところなんですけれども結局は景気サイクルというところを鑑みて各資産のイメージと載せていますけれども米国の政策金利がまあ上がるだろうと言われています 今、10月なので今月末の FOMC で金利が上がってくるのか、あたまた年末12月の FOMC で上がってくるのか2015年は金利を上げずに2016年に入ってから金利を上げるのかそういうところがポイントになってきますが基本的にその政策金利の引き上げは景気回復を過、まあ、熱感を冷ますというような効果があるので 一般的にはその CB に関して、節査金利引き上げ局面においては、投資タイミングがいいというようなことで、このファンドが組成されているイメージを持ちます。CB 自体、うしたに組み入れることは非常に良いと思います。実際私も過去の海外積み立て投資の中で CB のファンドへ投資していました。パフォーマンスシミュレーションをこちら載せています。新規組成のファンドなので、基本的にはこのようなファンドパフォーマンスシミュレーションは、あまり参考にはならないと。 というののが実際のところです。まあ、後出しじゃんけん的にこれを載せられる話なので、まあ、こんなもんかというような形でご参照いただければと思います今後米国の利上げタイミングそういうところを図っているので、まあ、今のお伝えしたシミュレーションとはまた経済状況が変わってくると思いますそれらを考えた上で投資判断をされる方が良いと思います